ムさんチャンネルの当時もの金消し塗装動画シリーズ。今回は丸腰製のデカ消し第5弾 E 型のスカイマン。水色、黄緑、鮮やかなアニメカラーで色塗りしました。デカ消し第5弾に封入されていたブックレットです。5弾のブックレットはカラー表紙に9人の超人、完成度の高いブックレットなんですが、なぜか今回塗装のスカイマンだけが漏れていますね。ラインナップにはしっかりあります。カレクックやスペシャルマンなど第20回超人オリンピックの出場超人も何体か入っていました。塗装前の状態です。シンプルな造形の金消し、特に目立った汚れや傷もない良好な保管状態でした。金消し、デカ消しの色塗り前の下処理はおよそこんな感じで進めていきます。煮沸して曲がり癖を直し、表面についたホコリや油分を取る、ベンジン付けして過塗剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く、乾燥させてミスタースーパークリアー艶消しを吹き付けて塗装下地を作る。そして塗装です。色塗りの様子は使ったカラーごとにハイライトで見ていきます。まずは下出るカラーのコントラスト、アポシカリーホワイトです。目の白と後で水色を上塗りする箇所の下地にしました。下出るカラーのコントラストは仕上げや上塗りに使うことも多いと思いますが、色の境目に流れ込みスムーズな色分けができて顔料を含むので下地にもなるんで、こんな使い方をしています。同じくコントラストのワープライトニング、黄緑で上塗りする箇所の下地にしました。この辺りは水で希釈しながら薄くして塗っていきました。下地の3色目は肌のカラー、パレホのモデルカラー、ミディアムフレッシュトーンです。フレッシュカラーの中でも濃いめのカラーです。下地に使ったカラーがこちら。ここからは上塗りです。パレホのゲームカラー、エスコルピナグリーンです。鮮やかな黄緑。マスクの装飾、下半身はタイツの箇所に塗りました。スカイマンはミル・マスカラスがモチーフになったメキシコ出身の超人、華麗な空中殺法を使うルチャの達人、かつてカレクックと組んで銀河系超人タッグチャンピオンだったこともあるそうです。続いて水色、マスク、パンツ、ブーツ、膝のパッドに塗ったパレホのゲームカラー、サンライズブルー。ライトカラーですが、さすがパレホで隠蔽力は強い。下地が塗ってあったとはいえしっかり色が乗りました。使用した筆は基本は模型用の面相筆、面積の広い箇所はブラシを使って時短させながら色を入れていきました。上塗りで用いた塗料がこちら。塗装にかかった時間は約60分でした。目に白、下出るカラーのコラックスホワイト。ゼブラのマッキーケア超極細ブラックで目を描き入れ、マスク額部分の線の文字も同じくマッキーケアの青で描き入れました。肌の上塗りに下出るカラーのコントラスト、スケルトンフォードを水で溶いて薄めた状態で染め塗り、陰影が出て質感が向上しました。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを吹きつけて乾燥させて完成。これがトップコートになります。スカイマンは原作カラーはマスクの赤と黒を基調にしたカラーデザイン、そしてアニメカラーが今回のような水色カラーのものでした。塗装後がこちら。
ということで、今回は筋肉マンのデカ消し第5弾、 E 型からスカイマン、アニメカラーでペイントしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。